ロリンさん、おはよう。はい、ライオンさん、まだシャーを言うんですね、君は。なんや、眠いのか。昨日きっといっぱい遊んだんだね、夜。はいはい、朝の入れ替えが行われました。カオリンはもうずいぶんなでなでに馴染んだね。遊んでおいで。はい、ポンちゃん。他の子たちどこ行っちゃったかな。いないね。ジャン君はここですね。アンズちゃんはまだ少し拗ねてるのかな。あ、この裏そこにもいないね。よっ、あ、いたいたアンズちゃん、はい、おはよう。今朝ですね、扉の、あ、扉って窓ですね、窓に、脱走防止用の、柵をつけているんですが、それがあると、二重サッシの窓が、1枚半開きになってしまうんですね。あの網分だけで、それを明日から台風が来るので、撤去しました。で、二重サッシをちょうど、2枚とも閉めた状態にしたので、それが怖かったんですね。あずちゃん、はいで、もう大丈夫だよ。アンズちゃんに関しては、あの譲渡会以来ですね、2度目の譲渡会以来、何かがあると、ちょっと怯えるというのが常になっています。で、昨日あたりやっと、黒犬パパも、一人でなでなでを、させてくれるように少しだけね、なりましたが、ここ今重要なポイントなので、今日はまたおとなしくですね、アンズちゃんのペースに合わせてなでなでをやりたいと思います。アンズちゃん、またそっち隠れちゃうの。アンズちゃんだんだん少しずつ消えていくね。アン
ずちゃん、またそんなとこに。昨日アンズちゃんの保護主の方に会ってですね、話をしてきました。で、アンズちゃんに関してはもう譲渡会ではなくって、独自に、まあ引っ越し前くらいまでは、うちの方で、面倒を見ながら、なんとかこうインターネットなりなんなりを通じてですね、里親さんに出会えればという形ですね。で、引っ越し直前ぐらいには、また里親さんの保護主さんですねのところに、戻って、そちらの方でもうそのまま飼ってもいいよというような話になっているんですけれども、まあ、その方もたくさんの、猫を抱えていますので、アンズちゃんはね、こういうことがなければすごくいい子になっていたのでですね、もう一回、信頼を取り戻して里親を探ししてみようかなと、引っ越し後も、その保護主さんのところとの連絡を取りながら、協力して、もしもですね、お届けが必要だった場合は、僕たちも出向いてですねやりたいなと思います。アンズちゃん、なんとか頑張りましょうよね。ポンちゃんは一緒に引っ越そうね。ね、はい、はい、出した。カオリンがどん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 こうやって仲良くって言ってんのに噛まれた叩かれた仲良くなってきていますよ。これはご挨拶ですよ。はい、何怒ってるのカオちゃん。何ですか。まあこれはアンズちゃんの現象と同じだと思うんですけど、完全には信用できないっていうところがあって、何かちょっとした拍子にですね、そうなるんですけど、でもすぐまたね耳がかわりん、まあ、カオリンに関してはこれさえあればね、カオリンはブラシで機嫌が治ります。ところがですね、アンズちゃんがここにいる。アンズちゃん、譲渡会以降ですね、まあ主に黒犬にはちょっと不信感を持っているようなので、今もこれで触ろうとするとまたパニクると思うので、この辺にしておきます。仲良くなろうよ。なの？はい、カメ。ぐるぐる行ってるの。カオリン。カオリンの尻尾が。ご飯です。はい、行くよ。カオリンちゃん。もし多いのが一個ね。カオリンは尻尾がこっちにつきます。うん。何かね。じゃあ、尻尾が特徴の子が多いね。はい。ご飯あげるよ。ポンちゃんいるけど大丈夫だよね。ポンちゃん、ポンちゃん。仲良くしてる？あれ？ちょいちょいされちゃったよ。ポンちゃん、ご飯だよ。うん、上おいで。カオリン。あら？ポンちゃん。ポンちゃん。拭いといてもらう？じゃあ、こうよ。
ちょっと匂い嗅がせようか。ご飯。ご飯ですよ。ポンちゃんを踏んで飛んでいいから。ほとんど一日さ、お外に ね、お部屋にいるわけだから、ご飯はケーキで食べましょう。ご飯とねんねはケーキだよ。かおちゃん。ねんね、かおちゃん。あれ、そこに住む。ポンちゃんおいで。ポンちゃんおいで。いいだよ。ポンちゃん。ポンちゃん出ておいで。ポンちゃん。ポンくんにもチューあげるからさ。おいでよ、ポンちゃん。はい、落ち着いた。ぽんちゃん、おいで。ジャン君、ご飯食べてるよ。ぽん。よいしょ。ポンポン探してたのにね。